待てよ。俺が今40代で1ヶ月の生活費は3万くらいで済む。年間36万円として、20年はニートでいられる。ブラックワールド。俺の名は山口。え？今何してるかって？見てわからないか。ホームレスだよ、ホームレス。昔は屋根があって、布団があって、暖かいところでゴロゴロできていたのに。今は屋根もないところで、段ボールにくるまって暖をとっている。なんて虚しい生活だ。俺だって、好きでこんな生活をしているわけじゃない。できることなら、またニートになりたい。ニートをしようにも金がいる。しかし、バイトをしようにも、まずは住むところを決めてこいと言われて、面接もろくにさせてもらえない。一体どうすれば、ん？住むところ？住むところか。俺は天才的なことを思いついて、住所が必要だって言うなら、必要のない仕事を選べばいいんじゃないか。ニートになるために働くっていうのも矛盾している気がするが、俺はとにかく住所不定でも働ける仕事を探して。まず工場。仕事内容はきついが、寮付きで募集しているところを見つけ、そこで働くことにして。おら、サボってんじゃねえぞ！すいません。工場の仕事も収入は良かったが、だんだん寮費を払うのが惜しくなってきて、野宿でも働ける仕事を探して。次は、寮がない工場や警備の仕事をすることにして。住所を求められたが、前住んでいた寮の住所を書いてでっち上げて。ニートのために働くってのはしんどいな。だが、これも夢のニート生活のため。頑張るぞ。寮ではなく野宿をしていたので、家賃はかからない。風呂は公園の水を浴びることで済ませていて。そんな生活を続けていたら、ついに俺の貯金は2年間で400万にまで達した。頑張った。我ながらここまで頑張れるとは。俺は自分自身に感動して。これだけ貯まったなら、そろそろ屋根のあるところに住んでもいいだろう。そう思い俺は田舎の事故物件を見つけて。ここはなんと、驚愕の家賃1万円らしい。こんな有料物件他にねえぜ。事故物件なんて言っても、別に俺幽霊なんて信じてねえし。野宿生活が長かったので、一般的に必要とされる生活用品も俺には不要だって。シャンプー？ボディーソープ？なんだそれ？冷水シャワーで十分だろ。野宿生活に慣れたおかげで、食費も最低限で事足りて。け、何が節約だよ。一食100円もかかってるじゃねえか。俺なら一食5円で済ませられるぜ。食べられる野草はタダで手に入るしね。住む場所を得てからというもの、俺に転機が訪れるようになって。まず、昔から少しずつ買っていた株が大当たりして。おお、マジか！2倍くらいに膨れ上がってるじゃねえか。400万あった俺の貯金は、株のおかげで800万ほどになって。待てよ。俺が今40代で、1ヶ月の生活費は3万くらいで済む。年間36万円として、20年はニートでいられる。どうせ不健康な生活を送ってるし、60代になれば俺の人生は終了するだろう。よし、生涯ニートの目処が立った。努力と運のおかげで、俺は夢見ていた生涯ニートの権利を手に入れて、もう仕事をする必要などないと思い、俺は早速工場の仕事を辞めて。お世話になりまして。おい、ちょっと待て、勝手に辞めるな。おい、夢にまで見た生涯ニート生活、たまらんねー。実家にいた頃はババアが何かとうるさかったからね。今回は俺のことをとやかく言うやつもいない。晴れて自由の身だ、最高だぜ。どれだけ遊んでいても文句を言ってくるやつはいない。朝から晩までスマホゲームを楽しめるぜ。
しかし、憧れのニート生活は理想と少し違って、今まで仕事をしていた時間が全て娯楽の時間になってしまった分、飽きが来るので。このスマホゲームももうやり尽くしたしね。かといって課金なんかしたら計画しているニートプランが崩れるし。そう、俺は気づいていなかったので。今まで収入を得ていた時間が、これからは全て消費の時間になるということを。ねえ、新作のお菓子か。野宿時代は食べたいとは思っていなかったが、ある程度の水準の生活になると、急にこういう嗜好品が欲しくなってくる。日常生活を送っていると、誘惑がものすごく多い。しかも、事故物件でものすごく安かったのはいいが、この山奥の田舎、夜は虫やカエルの声がうるせえし。ね、なんで？聞いた話では、この辺ではイノシシも多く出るらしい。うちうち網もできないと思い、だんだんニート生活が苦痛になってきて。おかしいな。待ち望んでいたニート生活なのに、こんなにも不満だらけになるなんて。気分転換に散歩に出かけ、帰ってくると。え？なんでこりゃ？家の中がめちゃくちゃに荒らされていて。どうやらイノシシかクマか野生の動物が荒らしていたらしい。最悪だ！俺の家が！一階は獣が侵入しやすいから気をつけろと大家に言われていたが、まさか本当に入ってくるとは。さらに不幸は続いて、俺が住んでいる地域に大雨が降ってきたので。おいおい、川が氾濫だと？山も崩れそうって、大丈夫なのかよ、この地域。すごい豪雨で、おちおち寝ることもできない。そう思っていると、スマホからアラート音が聞こえてきて、土砂崩れの危険があるということで、公民館に避難しろという命令だって。畜生、どうしてこんなことに。その日、本当に土砂崩れが落ちてしまい、俺が住んでいたアパートは潰れてしまって。ああ、俺の住まいが、なんてこって、家賃1万なんてめったにないのに。まだだ。俺にはまだ800万ほどの貯金がある。ちょっとプランは変わるが、月2万のアパートでも見つけてそこで暮らせば。そして、また1年くらい働けば、十分余生はニートでいられる。そう思っていたが、俺はある重大なことを見落としていて。金がない？そう、株で800万になっていたのは含み益であって、売却をしなければ利益の確定にはならないので。放置してしまっていた株は知らない間に大暴落していて、なんと30万程度まで下がっていて。嘘だろ？ 800 万が30万？どうしてこんな大暴落を？もともと変動の大きい株で、数年に一度これくらいの暴落が起きるらしかった。投資家にとっては絶好の仕込み時らしいが、俺はもう元手が。俺の800万が30万に。俺は絶望し、笑うしかなかった。ひとまず金を使わないために、ホームレスに戻るしかなかったが、田舎は虫が多く、ホームレスをするには最悪の環境で。俺、これからどうやって生きていけばいいんで？夢のニート生活は、またしても崩れ去って。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。